ホーム、伊予市駅は、愛媛県伊予市前港にある、四国旅客鉄道予算線の駅である。駅番号は、幽霊後、特急列車を含む全列車が停車する。駅名標のコメントは、平かゆかりの五色浜の駅。1930年2月27日、国鉄三予線が、松山駅から東駅まで延伸したのに伴い、南軍中駅として開業した。開業当初は、 三予線の終着駅であったが、およそ1ヶ月後の4月1日には、高松駅から東駅までと田戸津駅から阿波池田駅の間が予算線とされたため予算線の駅となり、また開業からおよそ3年後の1932年12月には、東駅から伊予上灘駅までが延伸となったので、この駅は終着駅ではなくなった。1933年に予算線は、 予算本線に解消となる。この駅を大きく変えたのが1986年3月の向原駅から内子駅までの新線の開通であった。旧来の予算線と内子周りの新線との分岐駅は隣の向原駅とされたがこの駅は事実上予算線9線と新線、そして松山方面と3方向の線路が集まる乗り換え駅となったのである。その後、 1987年4月、国鉄の分割民営化により、四国旅客鉄道予算本線の駅になって、現在に至る。予算本線は1988年6月に、予算線に改称した。なお駅名は1955年1月1日の、伊予軍軍中町、北山崎村、南伊予村、南山崎村の合併により、 伊予市が誕生したおよそ2年後の1957年2月27日に伊予市の代表駅として現在の伊予市駅に改められている。かつてはほとんどの特急列車が通過していたが2008年3月15日のダイヤ改正によりすべての特急列車が停車するようになった。端式ホーム、島式ホーム混合2面3線を持ち端式ホームに接して駅舎のある 地上駅である。ホームに振られた番号は、駅舎側から順番に1番線、2番線、3番線となっており1番線の線路が直線化された一線スルーの構造を持っている。通常は上下線とも1番線に発着し、交換列車や折り返し列車のみに3番線を使用している。この駅は、形式上は予算線の非電区間と電区間の境目であり、 当駅から西側が非電化、東側が電化となっているため、河川は当駅のホーム末端先100メートルで途切れている。当駅には信号告書の跡など通標閉塞時代の遺物が残っている。駅舎は大きく木造かわらぶきである。古くからのものであるが、全面などを改装して大切に使っている。日中は有人駅であるが、緑の窓口の設置はない。 すべての特急列車が停車することもあり、駅員不在時においても利便を図るため最新式の自動券売機が設置されている。1980代中期に古戦橋が設置されるまでは、2、3番線から改札のある1番線には、ホーム間の軌道上に設置された踏切板を直接渡っていた。 伊予市駅前の国道378号と群中、港駅あたり、駅西北方向に、伊予市の中核施設や市街地が展開され、市役所なども比較的近く、銀行などの施設もそちら側にある。また、駅の周り、北西方向は最近リニューアルされて、第三セクターの商業施設、超過ができ、飲食店などが整然と立ち並んでいる。 駅前を走る国道378号を挟んで、伊予鉄道群中線の群中港駅と向かい合っている。1日平均の乗車人員は以下の通りである。当駅に停車する特急、上階の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。